大学入試ゴロテマ日本史、今回は前回に引き続いて、終戦直後の政治経済、前半は秀原吉田片山内閣の8次公約をやりましたが、それに続いて芦田内閣吉田第二第三内閣、続くですね7次公年大臣を覚えていただく頃です。では頃です。ブレイクのドライカレーで3回勝負の挑戦やろうぜ、ブレイクのドライカレーで3回勝負の挑戦やろうぜ、意味はですね、ブレイク中、ね、大変流行ってるね、流行っているドライカレー屋さんで3回勝負の挑戦をやろうぜという、ね、まあ、おそらく激辛カレーをですね、どれだけ食べられるかという激辛勝負の、ね、挑戦、それをやろうぜという句です。で、ブレイクはですね、201を201ブレイブレイクと言います。から、経済安定急減速の9を区です。ブレイクです。政令201号の201ブレイク、経済安定急減速の9が区ですね。ブレイクです、ブレイクのドライ、ドッジラインのドライですね、そして、カレーは単一為替レートのですね、為替のカレーですね、カレー、カレーです、で3回三大怪事件、下山三鷹松川、ね、この三大怪事件を3回、勝負シャープをですね勝負と当てています。ですから勝負をですね、まあ、勝負というふうに覚えた方が、そういうふうにですね覚えておいた方が再現しやすいかは分かりません。三回勝負の挑戦、朝鮮戦争勃発ですから挑戦、ね、挑戦やろうぜという頃です。でまあ、細かいことをいろいろですね、ポイントがあるんですけども、あまりにも多岐にわたるため、皆さん自分でですね、用語集などで調べてください。またの機会にですね、各論に入ることもあるかと思います。以上です。